イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ、おやすみ前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。12月21日、はい、ビッグキャットまで1週間でございます。はい、よなんかビッグキャットまでもだし、うん、今年あと2週間で終わりっていう、うん、そういうことだよね。本当にあっという間で、うん、いやでも無事この4月から始めたネルラジ、うん、ちゃんと年内続きましたよ。素晴らしいことだと思います。だって1週間に1回だからね。そう、マジで休まずやったよね、うん、やっとやっと。ただ心配なのが、まあ、来週の月曜日がビッグキャット当日じゃん、うん、それまでにちゃんと私が覚えて本当だラジオをアップできるかっていうところが問題なので、早めに早めに撮りたいなと思うので、うん、撮りましょう。物販で言ってください、ね、そろそろ撮ってよっていう。待ってます。さあ先週といえば、ね、いろいろ私たち結構ね動いてましたね。動きました、うんうんうん、まず新曲ダントツ年上のミュージックビデオ、はい、見ていただけたでしょうか。見てくれましたか。すごいんだよあれ。さやちゃんがね、うん、頑張って編集してくれましたけど、いや嬉しかった、うん、なんかミューズボックスもお借りして、そうなんですよ、撮ったし自分たちでセッティングしてね。そうなの、見たはしごを自分たちで動かして。で今回初めてのあれなんていうの、グリーンバックで合成したんですよ。そうそうそう、なんかマイクロファイバーが出てきた。グリーンバック。そうそう、で衣装とかもね、うん、2人で古着屋行きまして。そうそう、行ったよね。で試着めっちゃして、そう、いろんな服着てね、はい、肩パッド入ってるやつとかも着たよね。そうそう、それが理想とか言ってね、そうやりましたけど。でも色味も珍しいよね、青と緑と青 ね、 確かに珍しい、うん、でその2シーン撮ったんですけど、うん、そのアイドル風のところと、うん、まあ、今回もね主演で出ていただきました大阪水店長のうん、神田さんが、ありがとうございます。夏めぐぶりかな。はい、そうでございます。出演してくれたの、うん、お忙しいよ。いやだから男性の歌だから、うん、やっぱ誰かダントツ年上の男の人が映ってた方がいいかなっていう話で、うん、まあもうあの人しか思い浮かばんかった。ねえ、そう、なんかシリーズになってていいしね。そうだよね、うん、久々に戻ってきてくれました、うん、で女子箱ちゃんを通してオファーしたら、うん、行けるでってすぐ帰ってきて、あさって行けるっていうのですぐすぐ返事くれてね。内容もなんか一応曲とかを送ってたんですよ、うん、こんなイメージですみたいな、うん、でももう本当に行って何したらいいみたいな感じ で、 でなんかさ、こうラップのところもさ、うん、その瞬間に歌詞覚えてくれてさ、そう、歌おうかって言って、プロだったよね、すごかった。すごい集中力で私らが準備してるずっと歌って、うん、こうカメラの前パッて立ったら、うん、もうアーティストだったね。完璧でしたね。いやめちゃくちゃ可愛いんで、はい、あとはでもフリーでラップのシーンとかフリーだったんで、足かしょうみたいな神田さんとか何ダンス、ブレイクダンス、ブレイクダンスっぽいねやってましたよ。めちゃくちゃ可愛かったです。お茶目なグーのポーズもあって、ね、いや可愛かったよ、うん、もう何パターンも神田さん振り返らせてどうぞって言ってこうニコってしてもらって、笑わないのが本当に大変だった。いやもう本当にもう面白すぎて全然歌えてないシーンもありました、うん、でもね本当にもうめちゃくちゃ気に入ってるミュージックビデオなので、なんかテレビビデオ、うん、みたいになってるんだよね。そう、ちょっと昔のブラウン管っぽい感じにね、うん、したいなっていうのでちょっと粗めにしてるんでスクショ大変だと思うんですけど、うん、ぜひ何回も見てほしい、はい、欲しいなと思っております、はい、でベストフレンドもね、うん、フジムが今頑張ってくれておりますので、そう、あともうちょっとですね。まさかのフジムが扁桃炎で入院っていうね。そうなんですよ、かわいそうやったな。もう回復してますので、うん、ビッグキャット当日もね、うん、あのヤハピバンドとして出演してくれますので、はい、よかったです。ベストフレンドのミュージックビデオも楽しみにしておいてください、はい、そしてダントツ年上といえば、うん、ラジオにも呼んでいただきまして、そう、感動したね。先週金曜日、うん、UK ビートフライヤーね、 MBS ラジオの、うん、私たち 2,3 年ね、うん、レギュラーでコーナーを持たせてもらってて、はい、イエスハッピーの〇〇してきましたけど、うん、っていうコーナーをしてて、今年の3月に卒業をしたんですよ、うん、で4月からこのラジオを自分たちでね、うん、始めたんですけど、あの久々にだから本当半年以上ぶりか、うん、9ヶ月ぶりに、ね、うんうん、スタジオに戻りましたけど、心さんどうでした？いや感動した。まずあの、うん、スタジオに入った瞬間にやっぱさ懐かしいお顔が見えるわけじゃない、ね、嬉しかった。感動しちゃうね。でその時に担当してくれてた女の子のスタッフさんも同い年のね、そう、今日イハピ来るよっていうことで待っててくれたの、ね、そう、ブースで待ってくれてて、キャーってなったよね。久しぶり高校時代以来だ、なんか青春時代、ね、同窓会だったわ。そうそうそう、いや何してたみたいななりましたよね。ですごい楽しかったし、なんかもう本当優しいから、うん、話をいっぱいこう引き出そうとさしてくれてさ、優しかったもん、告知させようさせようと、ゆうじさんもゆうけいさんもそうで、まるっと使えてもらえたっていうのでね、なんかまずね、その卒業して、うん、その離れてる番組を離れてるのに、うん、こう連絡が来て、うん、そのビッグキャットの告知しにおいでみたいな、うん、
連絡が来て、覚えててくれてたんだみたいな。そうそうそう、ある日をね、そう、スタッフさんがそのクラウドファンディングの告知をねリツイートしてくれてたりとか、嬉しい、めちゃくちゃ愛のある番組で、うん、で、あのぜひ告知しにおいでって言ってくれて、うん、でスタジオ入った瞬間にUKさんとUGさんがこう手振ってくれたんだよね。そうそうそう、向こうのスタジオからね、画面もうその時点で泣きそうだった私危なかったね、うん、泣かずに耐えましたけどね、はい、本当にね大阪のお父さんっていう感じで、うん、すっごくねあの素敵な話とかもたくさんしてるので、うん、ラジコで1週間ね、はい、あの今週の金曜日までは聞けますので、ね、うん、ぜひこれは聞いてほし い、うんうん、ほしい、2曲も新曲かけていただけたので、うん、ぜひ MBS ラジオ UK ビートフライヤー聞いてほしいなと、はい、でしかもスタッフさんがこの番組聞いてるっていう、そう聞いてますよ、全然眠れないラジオって言われてたし、時間も収まってない全然時間決まってないんですねそうなんですよ、すっごいテンション高いラジオって言われてるので、ね、いつかまたビーフライン出れるようにね、はい、ここで鍛えてまた帰りたいなと思ってますので、はい、ぜひビーフライ聞いてください。お願いします。そして先週本当いろいろあって、うん、妹分のね、三毛猫ガールズがアルバムを無事リリースいたしました。おめでとうございます。いや嬉しいだろうね、絶対嬉しいよ、だって嬉しかったもん自分も、ファーストね出した時に、うん、私最初からさたっぷり曲が何十曲も10曲あって、うん、出てた、なんかさそのデビューするってなった時からさ、うん、すごいペースで曲作ってもらってたじゃ ん、うんう ん、 うんうん、私ら本当オリジナル曲作るまでが結構長かったから、長かった長かった、いいなってずっと言って、ね、ちょっとね思って、で事務所で聞いてて、コロナの曲でそうそうそう、おいまたですかみたいな、この曲私ら欲しいんですけどっていう、雨のうち晴れるかも私はスマイルゴースマイルゴーですで今回心さんがジャケットを担当しておりまして、そうなんでございます、さやちゃんにねこんな感じがいいなっていうのを教えてもらって、めちゃくちゃラフの下書きでいやいやすごいわかりやすかったよ、でそっからみんなのなんか好きなもの写真で送ってもらったりとかして、そうそうそう、はい、書かせてもらいました。心さんってほんと控えめなんですけど、ジャケットを仕上げるってすごいことだから本当になんていうの、こんなんがいいなみたいな、うんうん、ざっくりとした絵をちゃんとあの私本当にイメージ通りにしてくれました。わー嬉しい。そう、そう裏もね書いてそう裏もチェキ風にしてもらって、うん、で中もね頑張ってマネージャーの小田ちゃんがデザインして、ねうん、偉いよね、すごいなと思う、やっぱああいうのできるの、まだ1年とかだってでしょ、うん、小田ちゃんもそう、ね、でやっぱさああいうののさ何裏ジャケットにもねいろいろ名前が入ってるんですよ、それ CD ゲットしてみてほしいんですよ、うん、で一瞬途中でこうやって見てて、うん、なんデザイン会議みたいなのしてたじゃん、うん、してた、ラブリーさんと小田ちゃんと私らで、うん、で一瞬デザインのとこが見えて「心小田」って書いてた、これ私の名前だけ入れてもらえないんちゃうと思ってちょっとだけ悲しかったんですけど、うん、ちゃんと入ってました。よかったです。そうですよね、よかったです。忘れたらめっちゃ悲しいですよ本当ですよ、手書きで全部書かないからね、本当にでもなんかこうやってねアルバム出せるのも本当いろんな大人がね、そうです、時間かけてやってくれてるし、うん、CD1 枚出す重みっていうのを ね、 ねしっかりやっぱ後輩たちにも、うんうん、なんていうの、噛み締めてほしいよね、うん、簡単にねできるものじゃないからね、そうなんかやっぱり大人が裏で動いてるとあんまり自分たちでは分かんないから、うんうん、なんていうんだろう、どんだけの過程があって、うん、できたかっていうのはめっちゃしっかりしていてほしいなと思って、うんうんうん、見えないところでね、そうそう、うん、大事にしてほしい1枚だなと思っておりますので、うん、皆さんぜひね、はい、三毛猫ショップオンラインでもゲットできますし、うん、一般でもね、はい、あのみんなが頑張ってこれから売っていきますので、うん、ぜひ妹たちのファーストアルバムゲットしてたくさん聴いてあげてください、うん、で妹分というと、はい、その三毛猫カンパニー研修生時代にね、うん、大阪でね、うん、メンバーだったあゆちゃんが、はい、静岡から帰ってきてて、そうね、久々に会ったよね、そうでなんか急遽ゆうハッピーのハッピーちゃんこんばんはに出てもらってね、うん、嬉しかったね、なんか急に帰ってきたからそのそうそう会ったんだよね、うん、なんか久々に話しに来るって言って事務所で、うん、事務所でね、で遊ってとこイベントあるけど出るみたいになってそうそう、すっごいおとなしい子なんですよ、初めてそういう芸能のお仕事をして、うん、もうなんかずっとはにかんでるみたいなね、うんうん、今までにないタイプだよね、ないね、初めてかも、うん、可愛かったんですよ可愛いね、うん、くーちゃんにはやっぱりねチクチク言われましたよ、そう LINE が来ましたよね、さやかさん見ましたアーカイブをさマネージャーの小田ちゃんがさ全然 LINE で送るの、そうやめてやめてやめて思ったのに私もあーしまっためっちゃデリデリしたな、だから私やっぱり先輩としてその三毛猫ガールズにはこうやっぱアイドルとはみたいな話を結構するから、うん、なんて言うんだろうな、くーちゃんとか本当に私教えてください教えてくださいって、うんいうな割と後輩っていう感じで見てるから、うん、でもちょっとあるちゃんはもう本当に赤ちゃんみたいな、だからレミさんともまた違うんですよ、うん、ちょっと違うよね、なんて言ったらいいんだろう、難しいな、なんか真っ白だからなんか先輩っていう感じでもない、可愛いねみたいな甘やかしちゃうんだよね、しかも MC でクーちゃんあたりに言われるぞって言ってたのよだからね、
やっぱりクーもそんだけ可愛がられたいですって。可愛いよね。可愛い、本当に可愛いと思ってるけど、うん、本当さっきさやちゃんが言ったみたいにやっぱ後輩っていう感じとはね、そうなのよ、ちょっと違うんだよね。ほんでね、またクーちゃん体育会系なのよ、うん、はいはい、さきぴょんも思い出すね、うん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 、食らいついてくる感じ、ね、いやもう大丈夫よ本当にっていうぐらい先輩なんか教えてくださいっていうのがすごくてうん、うん、またね、あゆちゃんとは違うベクトルで可愛いなと思って。そうです、そうです、もちろんでもあゆちゃんがさ、そのマジで自己紹介すら最初のステージできなかったじゃん。できなかったよ、マイク下ろしてた、薄ら笑いしてたよ本当に、うん、もう本当に最初のステージに立った私ぐらい薄ら笑いしてた何してるいいか分からんみたいな。一人だけ逆回転もしてたから、ね、してたよ、誰も回ってない時回ってたりしてたよ、あゆちゃん回ったみたいなそうで、めっちゃそんなあゆちゃんが最後ね、感想を皆さんにじゃあお礼を言いましょうかって言って、私はありがとうございますぐらいで終わっちゃうと思ったの、うん、ごめん、私も思ってた。なのに流暢に喋り出して、でお花が届いてたんですけど、うん、ちゃんとそれも何もこっちが言ってないのに、うん、今日は私のためにお花まで送っていただいてありがとうございますとか、びっくりしたよね、涙出そうだったね。小原さんお母さんの話してたそんなに驚いてたの。そうそうそう、いやだから、まあ、18になってやっぱちょっと大人になったのと、うんうん、やっぱステージに慣れたっていうのもあるのかな。あるかな。なんかしたいこと聞いたら歌いたいって言って、うん、アイドルがしたいって言って ね、一緒に歌えて本当に嬉しかったですって言ってて、うん、でなんかその後もなんか大阪楽しかったなって書いてたり、インスタライブしてたからこっそり覗いたんだよね一緒に、うん、そう。そしたらなんかイーハビさんどうだったみたいな、さやかさん心さん大好きです大好きですって言ってたね。可愛かった、本当撮影したかったわ、あれ画面録画したかった大好きって言ってた気づく遅かったね、もうちょっとね、撮ってけばよかった、したかったね。いや本当に可愛いから、また戻ってきたらね、一緒になんかできたらなと思っております、はい、うん、ラグな時間も楽しかったわ、はい、楽しかったね、あれ本当楽しい。コーナーが、まあ、そう、さやちゃんが今回さ違うグループでトークだったから、うん、ちょっと緊張もしたけど、え、ココロさんめっちゃちゃんとなんかアシスタントしてた本当にめっちゃ喋ってるやんあるんですよ、ココロさん、さやかさんいない方がよく喋る説いやいや私だから心さん偉い今日喋ってんのと思って、1個のテーマごとにあもう分かるみたいな話をしてて、なんかねしっかりしてる最近がさやちゃんのグループだったのよ、で枠が一応時間決められてて、うん、でも案外時間あるわと思ったから、うん、なんか話を広げよう、そうそう、一つ一つ喋んないと、うん、むちゃくちゃ巻くんじゃないかなと思ってすっごいしっかりしてていやいや、リータンがねいてくれたのも、リータンがやっぱ回し慣れてんのと、うん、なんか久々にリータンの心さんがこう会話してんのもちょっとエモかったし、うん、ただそこまで心さんすっごいなんていうの流暢にアシスタントしてたんですよ、うん、なんか後輩もいるし、優しい、こうまとめてくれてたんですけど、うん、自分も最後本当なんか最後の場になって、私は今までなんか膝の力をすごいなんかあんまりだと思ってたんですけど、やっぱ膝の力ってすごいって思ってみたいなのを一人で膝の力を信じてる発言、もうかなりみんな置いていかれてたよやっぱすごいなと思いました、あれは膝大事にしていきたいと思いましたら、もうそれっての心さんだけだったからいやでもなんか膝といえばっていうキャラになってるから、ありがとうございます。いやよかったね、おかげですよ、この2年膝をしてきた甲斐があるよよかったです。でもなんかね、 TikTok もなんですけど、多分膝動画あんま私に見られたくなくない？あ、でも膝の方がいいかな、はい、TikTok のめっちゃ隠すんですよ心さん、私が TikTok 興味津々なんだけど、ミキティがこれ心さんですかってみんなの周りがマジでやめて立ち上がってた楽屋で本当に言わないで恥ずかしいミキガニも言ってなかったんだって、私フォローとかし合ってんのかなと思ってたけど、いやバレたくないから一切してないし、そうなの、さきぴょんとリータンも多分フォローしてない、そうなのいやいいんじゃないですか、だから私は見ないようにしてるんですよプライバシーだと思っていやでもなんかその何恥ずかしがってのも新鮮だったけど本当、うん、いや楽しいね、うん、なんかあとはなんかミキティがさ、うん、こうラブリーズとかに果敢に話しかけてるのが可愛いなと思って、うんうんうん、可愛い、いつも楽屋に写真撮ってくださいって入ってくるの、ミキティ絶対言ってくれるよね、言ってくれる、クーちゃんもでもやっぱ嬉しそうだった、ラブリーズ大好きだから ね、うん、からね、でなんかマリちゃん毎回ラグの時間いるんですけど今年なんか本当大御所っぷりがすごくて、今年というか今回今回ね、ツリーみたいな格好したの緑のドレス、またさ偶然にも、ね、並びが真ん中だからさ、もうめっちゃ面白かったよね、面白い、なんか美しいんだけどマリちゃんって本当面白くて、そう、なんか言葉のチョイスとかも面白いね、なんかやっぱ住んでる世界というか、うん、育ってきた環境が違いすぎて、ね、
なんかいつも新鮮に面白い、うん、見てほしい。ラブな時間アーカイブ2週間残るので、はい、ぜひぜひぜひラブリーズも面白い話いっぱいしてくれてるので、うん、見てほしいなと思っております、はい、でそのラブな時間クリスマススペシャルだったんで、うん、そのいろんなクリスマスの帽子とか小道具を買ってたんですよ、うん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 、でそのなんか何個か可愛いなと思ってそのサンタさんのね子供が喜びそうな女の子の人形を買ってもらってたんですよ、うんうん、でアイピーが好きだなと思って、うん、アイピーに渡したらアイピーその本番中も人形ぶら下げてくれてたんですけど、うん、そのリータンにこれおさやが買ってきたんやろって言ってすごい責められたんです。ちょっと気持ち悪いと、うん、これまたうんこれ何なんみたいな、ずっとおさやの趣味やんですごい責め立てられて本番でいや違うこれリータンのめいっこちゃんにあげるからお誕生日とか言ってたからね。そうでなんか私がそのリータンに何これって言われた時に、うん、幼女人形って言ってたんですよ幼女が好きそうな人形、そうそうそうでちっちゃい人形なんですよ女の子の、うんうん、でそれレミタンにあげるからって言い張ってて、うん、で本当に終わった後に、うん、レミタンこれあげるって言ってめいっこちゃんにプレゼントしてねって言って、うん、いいんですかって言って持って帰って、うん、その次の日に LINE 来て、うん、さやかさん幼女人形本当にありがとうございましたいいんだよそのレミタン面白いなと思ってリカちゃんとかでもいいんだよ、ね、そんなこと言わなくていいからめいっこちゃんとっても喜びましたかわいいレミタン可愛いね、素直なんですよ。素晴らしいですよ。はい、まっすぐ育ってほしいなと。さやかさんが好きなやつなので大丈夫です。さやかさんこそ持って帰ってください本当に素直に受け取ってくれてる。可愛いなと思いましたさあということで、はい、今夜もかなり喋っておりますがもう1週間を切ってるので、うん、来週の今頃もビッグキャット終わって放心状態だと思うんですけど、終わってほしくないようなね、ね、あっという間じゃなかった、うん、でもほんと早すぎて。でも最近、うん、その花道の幅とかを、うん、こうだんだん分かってきてリアルな時間がそう湧いてきて、ね、うん、あそこまでやっぱ体力いるなみたいな思ったなんかイメトレしてるもんどの曲で出たらいいんやろとかそういうのって考えるもんなのかなと思ったりとか、うん、ね、ね、で私たちの場合は考えていった方が良さそうだよね。いや本当にあのペース考えずに最初のバンドであの力つける可能性がある。そう、私は去年で学んでいますのででも去年のオンブに抱っこツアーの DVD ね改めて見たら私らその最初の前半も前半の、うん、バンドの時にはしゃぎすぎて、ね、次オケで出てくる時めちゃくちゃゆっくり出てくるんですよ。もう疲れ切っててなんかボサボサだったもん。あれ見たら楽しんでるんだけど悲しくなるからちょっとめっちゃ楽しんでたんだけど、めっちゃ楽しんでけど疲れ切ってないみたいなだから今回はちゃんと全部を素晴らしくペース配分考えよう、うん、と思ってる。でもめっちゃ楽しみにしてて、うん、あと1週間ほんとどうにか元気のままね、そうね、疲れを出さないようにとね、うんうん、思ってるので、うん、なんかあと1週間たっぷり準備して、うん、もう体力も整えて本番に挑みたいなと思っております、うんうん、本当にみんなで作るライブだと思うからね、うんうん、めっちゃ楽しみたい楽しみたい、うん、これを聞いてる人もねぜひねあの無理はしなくていいんですけどぜひね会場にもあのちゃんと距離取って対策もライブハウスの人がしてくれてるので、うん、安心して来ていただいて、うん、でどうしても来れないって方は配信もねみんなのために今回させてもらえることになったので、はい、配信でリアルタイムでもねアーカイブでもいいのでぜひ見てもらえるとなと思っております。本当にね、うん、半年間応援してもらって、うん、ありがとう。その成果を出す日があと7日に迫っております、うん、あのビッグキャット頑張ってきますので応援よろしくお願いします、 ということで今夜、うん、たっぷりお話しましたがビッグキャットに向けてね頑張ってきます。ラスト放送だったので、はい、うん、今夜もたっぷりお話ししました。ではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。